鈴木、高子、です。外務の副大臣なので、ウクライナに邪魔して、プーチンを喜ばせました。おとっさん、褒めてやってください。ねえ、おとっさん、刑務所に入って守った鈴木家の利権だもの大事にしまして。高子、それでこそ、親子だ。受託収賄など、7つの罪で、刑務所に2年。外務省、ルートは、利権で、金貯まる。何があっても、守ろう。鈴木家の利権。えい、えい、おう。えい、えい、おう。高子、今日も、国会で、やらせ、質問。父ちゃんの、プーチンに、こびる、国会質問。しっかり見ます。ここは朝でありますからね。ぜひとも総理ですね。ここは日本はロシアとも関係いい、アメリカともいいわけですから。あるいはウクライナには3100億も援助してるわけですから。パイプあるわけですから。ここはぜひとも自信を持ってですね、日本の総理大臣としてですよ、話が大事だということをですね、私は強く言っていただきたいと思いますけれども、今一度総理の決意をお伺いしたいと思います。岸田内閣総理大臣、ご指摘のように、ウクライナ、ロシアの間で話し合いの動きがあるということは承知をしています。実際どういった状況になっているのか、注目はしていきたいと思います。しかし、いずれにせよ、それと並行して、侵略が進んでいる、武力行使が行われている、そして多くの方々の命が奪われている、こういった事態を深刻に受け止めて、日本としては、こうした行為は決して許すことができない、強い意志を行動として示すことが重要であると認識をしております。鈴木宗男君。鈴木、高子、総理、ウクライナ問題は、おとっさんはロシアとの話し合いが大事ってうまく話を振り返るね。でも岸田首相は騙されないね。私は日本はロシアとは戦後の未解決の問題があります。今平和条約交渉中でもあります。こういったことを十分踏まえてですね、私は対応すべきでないかと。2014年クリミアの問題の時も日本は制裁をしましたけれども、それなりに知恵のある私は外交を展開したと思っておりますね。今回も私はそう言ってみれば、やっぱり日本の国益に関して立ってですよ、いろいろ判断してですね、物事を決定していただきたいとこう考えますが、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣。さまざまな外交を展開するにあたって、それぞれの国が自らの国益を考えながら外交を進めている、これは現実であり、どの国においても同じであると思います。そして、我が国においては、これまで、ロシアとの関係において、領土問題を解決して、そして平和条約を締結するという基本的な立場に立って、この外交を進めてきました。領土問題に関する我が国の立場、あるいはご高齢になられた、北方領土の元島民の方々の思いに、なんとか応えたいという私自身の思いはいささかも変わりはありませんが、今この時の状況に鑑みたならば、この平和条約交渉等の展望について申し上げられるような状況にはないと思っています。このウクライナにおいて行われているこの厳しい現実に対して、国際社会と連携しながら、強い思いを行動として示すことが重要であると考えています。ロシア平和条約交渉にすり替えるおとっさん、やるもんだね。ロシアとの対話は絶やさない方がいい、こう思いますが、いかがですか。岸田内閣総理大臣。まず今の時点においては、先ほど申し上げました、
強く非難をし、そして、この国際社会と連携しながら、しっかりとしたこの非難の思いを行動として示すことが重要であると思います。そして、この外交の世界においては、状況をしっかり見ながら、あらゆる国と話し合いを続けていくという基本的な姿勢を大事にする、これは大事な姿勢ではないかと思います。状況を見ながら適切に対応することが求められると思っています。鈴木宗男君。ぜひともですね、これはしっかりと先を見据えて攻撃の観点からですね、ご判断をしていっていただきたいと。制裁だけでは解決できませんから、ここは総理もよく分かっていると思うんですね。ここはぜひとも頭に入れていただきたいと思います。元島民の人からですね、今回のウクライナ問題で領土問題とか平和条約交渉どうなるんだろうかという心配の声を聞きました。私はこの問題が平和条約交渉に影響を与えないようにということを、ただただ話は泣かせるじゃないか、お父さん。元島民の皆様方も平均年齢全然関係ない話なのにやるんだ、お父っつぁん。北方領土の島民の墓参、墓参りって鈴木の利権になるよ。今年岸田首相は騙されないね。先祖の墓をお参りしたいというお年寄りが多いんですね。私は人道的な見地からも、何があってもこの墓参だとか自由訪問、避難しは実現してほしいと思いますが、いかがでしょうか。岸田総理大臣。北方領土問題に対する我が国の立場、さらにはご高齢になられた元島民の方々への思いに何とか応えたいという私自身の思い、これについてはいささかも変わりがないと思っておりますが、先ほど申し上げたように今この時の状況に鑑みれば、我が国として国際社会と連携をし、この厳しい、この、避難の思い、をしっかりと行動として示すことが重要であると思います。よって今この時点で平和条約交渉等の展望について申し上げられる状況にはないと考えております。鈴木宗男君。総理、今私が言ったのは平和条約交渉じゃなくて、墓参と自由訪問というのも墓参の元島民の皆さんと、そのことについて人道的な見地からやってくれという話を言ったんですが。岸田内閣総理大臣。はい、先ほど申し上げましたように、領土問題を解決して平和条約を締結すると、一連のこの流れの中に今ご指摘がありました、墓参の問題をはじめとする人道的な取り組みも含まれているので、先ほどように申し上げましたが、人道的な見地からの取り組み、これは、大切にしなければいけない取り組みであると思います。ただそれについても今の状況を考えますと、なかなか展望を申し上げることは難しいというのが現実ではないかと思います。ぜひそうしたことも冷静に考えられるような状況に、この展開していくこと、変わっていくこと、この状況が変わっていくこと、これを、期待したいと思っています。鈴木宗男君。くれぐれもよろしくお願いいたします。